前々回あたりに私たちの集体が2万回見られてしまったって言ったじゃん。そういえばそんなこと言ったっけな。もうプアート1が10万再生いっているんですけど。くさ、この脱獄が注目されてるのかよ。いやだ、10万人の人にポテチを盗んで刑務所に入ったバカというレッテルを貼られる。ポテチを盗んで捕まった、その名は霊夢。世の中で最もダサい二つなじゃん。まあそんな話はとりあえず置いておいて。今日はついに監視塔の中に入る日が来たな。予定通り監視の体調が悪くなっていればね。一応予定では自由時間に行くって感じだな。自由時間だ。あ、鈴木監視塔、今日も元気に一日やっていきましょう。おう。どうしたんですか？あまり元気がなさそうですけど。ちょっと朝から腹の調子がいくないんだ。珍しいですね。鈴木監視長は体調を崩すことほとんどなかったですよね。そうだ。自分自身かなり久々に体調を崩して少し驚いている。今日は一日休んだ方がいいんじゃないか。そういうわけにもいかない。お前らの自由時間や食事、刑務作業があるからな。なんて素晴らしい人なんだ。監視の鏡ですね。まあ適度に休憩しながらお前らの面倒を見るから安心してくれ。わかりました。無理はしなくて大丈夫ですよ。さあお前ら自由時間だ。食事の時間までここで過ごしてくれ。了解です。なんか逆に申し訳なくなってきたね。鈴木監視長がいい人すぎて泣きそうだ。でも予定通り鈴木監視長の体調を崩せたと。ということは職員棟に行って大丈夫そうか。適度に休憩するとかって言ってたからもしかしたら今鍵を入れに行っているかも。じゃああんまりゆっくりしないで行った方がいいな。やることが多いからね。ここが脱獄のターニングポイントになってほしいところだな。過去一番の大胆な行動だからね。じゃあまずは搬入口の方から地上に出よう。監視がどこにいるか全く予想がつかないが、いつもこの時間は監視塔にいるけど今日は例外だからね。監視塔の鍵が職員室にあるならここにはいないはずだからな。監視塔の鍵って1個しかないのかな。そうじゃない。じゃなかったら他の入手方法だってあると思うし。そりゃそうだよね。さて、職員室に鍵があるんだったよな。やばいやばい、戻れ霊夢。え、どうしたの。普通に鈴木監視長いたわ。マジ見つかったかな。いや、鍵を入れている最中だったからギリギリバレていないと思いたいが。ひょっとして今までで一番危なかったのでは。すれ違わなくてよかったよね。本当そうだよ。タイミングが少しずれれば職員棟の入り口で鉢合わせだった。ちょっとだけ時間を置いてから取りに行った方がいいかもね。そうだな。よし、多分監視長どっか行ったな。今監視長の前を通っていたよね。鍵を取りに行くなら今しかないな。おそらくこのチェストの中を見ていたからここに鍵が入っているのだろう。あった？監視長の鍵。ありました。これで監視長に行くことができる。でもこれはずっと持っていられないんだよね。そうなんだよな。一回探索行ってからこのチェストに戻さないといけない。もうこのまま監視塔行っちゃう。そうだな、全部自由時間の間にやっちゃおうぜ。時間ギリギリじゃない？いや、ここは行くしかない。大丈夫だよな。監視はどこへ行ったんだろうね。搬入口の方面に走ってたけどな。ここか。さっき手に入れた監視塔の鍵を入れて。びっくりした。一瞬防具が監視に見えた。確かにこれは一瞬びっくりするやつだね。あ、監視塔の鍵はそこに置いた。お、助かるぜ。とりあえず下は何もなさそうだから上がってみるか。チェストが一個ある。それ以外は何もなさそうかな。来た、ダイヤモンドに込めて見入れたぞ。おお、これはかなりの収穫ですよ。監視塔にあるものはこれだけだろう。帰るぞ。了解。ここから監視塔の鍵を戻しに行かないと。こんなに大忙しな自由時間は初めだ。私先に戻っていようか。そうだな、万が一監視が来た時時間を稼いでくれると助かるぜ。よし、とりあえず鍵は戻した。あとは急いで自由広場に戻るだけだな。間に合ってほしいが、結構今回時間を使ったからな。
看守には見つからず、ここまでは来れた。ふう、なんとか間に合ったようだな。あ、おかえりマリサ、なんとか全部やりきったぜ。意外と自由時間長いんだね。確かにな、監視長の体調悪いからじゃね。恐るべし数年前のクッキー。終了だ。あ、監視、体調は良くなりました。まあそれなりに良くなったとは思う。腹がずっと痛かったから何か食べ物が当たったんじゃないかな。なるほど、落ちてた食べ物でも食べたんじゃないすか。そんなひもじいことはしていないわ。あと今日はあれだな、お前らが最近農業を頑張ってくれたから、食事をいつも以上に豪華にしておいた。え、それは嬉しすぎる。豪華な食事。って人参だらけじゃないか。まあ食事を楽しんでくれ。これじゃあ楽しもうとしても楽しめないじゃん。農業頑張ると食事が人参になるのかよ。まあ人参遠くは置いておいて、とりあえず長かった監視塔探索は終わりかな。そうだな。っていうかもともとはジェームズの依頼だったんだけどな。あの依頼が監視塔の探索に繋がるとはね。でも結果的にダイヤモンドが手に入ったからよかったよな。まさか監視がダイヤモンドを隠しているとは。隠していたのか、まあ上にあるってことはそうなのか。っていうか食事が本当に人参しかないんだよね。食料は確保しておかないといざという時に困るからな。さっきの探索の時とかもちょくちょく腹が減ってて走れないっていう時があったし、腹持ちが良い食べ物がいいんだけどな。人参は食べてもすぐ腹が減ってしまうからな。農業はあんまり頑張らない方がいいのかも。食事が人参になるからな。終了だ。あ、今行きます。どうだ、食事が豪華だったろう。豪華、これ豪華と言っていいんですかね。人参という高級食材だらけじゃないか。高級食材でしたっけ。人参、この地域じゃめったに食べることができないんだぞ。そうなんですか。というわけで今日は農業だ。この流れで農業なのかい。刑務作業でも人参を見ることになるとは。刑務所生活で一番人参を見た日になるかもしれない。別に人参以外の作物もあるからな。それらを育ててくれてもいいんだぞ。なるほどね。今日も二人で農業やるって感じですか。そうだな、農業は一人じゃ大変だからな。育っている作物も回収しちゃってくれ。回収した作物はチェストに入れればいいですか。そうだな、それで頼む。わかりました。じゃあ刑務作業頑張ってくれ。なんかお前いきなりめちゃくちゃなことしてない。前回の滝の下りだよ。そんな話してたな。そういえば前回監視はノータッチだったけど、これだけ派手にすれば監視も気にしてくれる。どうするか。この時間どこかに行くか。うん、どこか行きたいところあるんだっけ。っていうかダイヤモンドも2つ手に入れたから現状をもう少し整理するか。そうだね、目標がわからなくなっているから一旦整理するのはありだと思う。まず私たちがダイヤモンドツルハシを使いたいと思っている場所が搬入口の下の黒曜石の場所。予想でしかないけどおそらくそこが脱獄できる場所なんだよね。そう、だからダイヤモンドツルハシの作成は脱獄に直結するって以前も言ったじゃん。なるほどね。そんで私たちの今持っているダイヤモンドは2つ。1つはボーディーの隠し部屋にあって、もう1つは監視塔の中にあったと。じゃあもう1つはどこにあるのかっていう。候補はいくつかある。今のところ思い当たる場所が2つか。どことどこ？1つはボーディーの上の棒の中のチェスト。前回は自分たちの棒の上の棒を調べたよね。あそこは何もなかったがな。だからボーディーも何もない可能性はあるが。うん、確かにね。もう一つは薬品保管庫だな。あ、そういえば結構前に薬品製造の刑務作業した時にあったよね。あそこも鍵が必要な部屋なんだよな。大体鍵がかかっている場所は何かしらの重要アイテムやヒントがあるからね。ただ鍵の場所は全く見当がつかない。重要資料保管庫と監視塔は流れで鍵のありかを見つけたけど今回ばかりは全くだね。まあとりあえず気になる場所はその二つじゃないか。もしかしたら私たちが全く行ってない場所がまだ残っているのかもしれないが、刑務所の施設は大体探索したからそれはないんじゃない。そうだといいんだけどな。すげえなこれ。滝がある畑なんてないぞ。これには監視も大喜びだね。これ見て喜ぶのか。逆に呆れらそうだが、家の中にも滝を設置したい人生でした。終了だ。あ、お疲れ様です、監視長。どうなっているんだこれ。ちょっと畑に滝を設置してみました。そこに滝を設置することは、この世界の禁忌に触れるんじゃないか。いいとか悪いとかじゃなくてそもそもの問題だった。っていうか普通に考えて塀を越えられるからそんなところに滝は置けないな。あ、渾身の力作が。よし、
これでいいだろう。あ、二つの滝は残してくれるんですね。まあそれくらいは多めに見てやる。さあお前ら出るんだここから。わかりました。あ、道具はちゃんと返しているか。あ、グワを持ったままだ。危ない危ない。グワなんて持ち出したら凶器になるからな。しっかり返却するように。おい霊夢、お前締めやがったな。やいやい、マリサのバーカ。何をふざけているんだ、早く出ろ。はい、すいませんでした。なんだよ今の、めっちゃ腹が立ったな。そういえば明日は山中副幹事長に来てもらうことにした。え、なんで、鈴木幹事長じゃないんですか。体調を崩したから念のために少しの間だけ代わってもらうことにした。なるほど。お大事にしてください。こればかりは仕方がないか。じゃあお前ら棒に入るんだ。わかりました。はい。それでは明日の自由時間まで待機だ。私がいない間もおとなしくしているんだぞ。もちろんです。それは当然ですよ。思わぬ代償がありましたね。言われてみればあのメモに書いてあったな。次の士官手は交代するみたいなこと。なるほどね。まあでも山中が来てもこびていればいいんじゃないか。そうだね。あいつの攻略法はこびるということだから。じゃあ今日はこの辺で寝るとするか。また明日からは最後のダイヤを目指していきますか。そうだな。おやすみだぜ。おやすみなさい。